どうもアリシャンです。どうもマイナです。どうもサオリンです。イエーイ、はい、はい、というわけで、はい、なんとあのメンタリスト DAIGO さんとコラボです。えっ、すごい、話してみたかった。すごい、一回クラブハウスでうち、あ、話してたね。あ、話して、マリナもちょこっと入ってたんだけど、そっから結構 DAIGO さんクラブハウスで絡むようになって、そこでちょっとあのよかったらお願いしてもいいですかっていう動画の YouTube の出演の話したら、電話、今リモートだったら全然いいですよっていうことで、決まったの。はい、マジでうち DAIGO さんの動画めちゃくちゃ見てる。そう、すごい好きで見たことある。あの、いっぱい本、そうマジでいろいろ本当に聞いてくれるらしいので、ガチでちょっと相談内容とかも用意してきたと思うんですけど、はい、つなぎますか。じゃあ早速。嬉しい嬉しい。緊張すんだ。緊張すんだ。あ、もしもし。もしもし、ヘラヘラさん重視です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、お願いします。どうも、大悟です。じゃあちょっとサオリンの方からまずちょっと質問というかご相談の方させていただきますね。あ、お願いします。一番気になってることがありまして、はい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 、あのじゃんけんの勝ち方を教えてほしいです。だったよ。そうなんですよ。結構ですね、あの、はい、この質問って結構いろんな方からされるんですけども、はいですね、まあ、これに関する、まあ、じゃんけんに関する論文っていうのはですね、非常にあのいろんな国から出てるんですよ。でもその中でも一番あの最近出たあの論文の中で、まあ、これが結局一番の勝ち方上がるんじゃないっていったデータがあるんですけども、はい、相手にですね、そのイメージをですね、そのじゃんけん の、 あの、はい、各グーチョキパーのイメージをあの何気なく仕込むっていうのも大事なんですよ。お、自分が出すものってことですか。あの相手に出させるものをイメージさせるのが大事です。あ、例えばですね、そのじゃんけんをする瞬間にですね、まあ、あのなんか多分石つぶてって言ったら、あの皆さんですね、あれこれグーをイメージすると思うんですよ、うんうん、なんでじゃんけんする前になんか、あ、石つぶて懐かしいとか、なんかちょっと先頭させるのイメージで、はいはいはい、相手はですね、別にこれで誘導されてるとかじゃなくて、確かに懐かしいねとかなれば、あのよりですね、そのグーを出しやすくなる確率も上がりますし、あの別に疑われることでこれいけちゃうんですよ。やってみよう、はい、ありがとうございます。あ、いえいえ。あ、マリナです。よろしくお願いします。はい、どうも、レグです。普通にリアルに聞きたいことを聞いた方がいいんじゃない、うん、でこれもうだってこんな機会ないよ、普通に。そうそうそう、ないよ。いつもだってクラブハウスやってるから、こんな機会ないよ。これ終わったらもうすぐ行こうと思って。いや、そうなんですよね、うん、ちょっともうなかなか振り向いてもらえないですよね。どうしたらいいですかね、本当に。恋愛相談じゃん。恋愛相談。どうしたらいい。やっぱ恋愛のことが一番ね、気になるでしょ。だってやっぱり、うん、なんかセフレからやっぱ彼女に上がるっていうことはやっぱり確率的にやっぱあるんですかね。あ、もちろん全然それはあるんですけども、まあやっぱ男性とやっぱ女性っていうのは、まあ、そもそもちょっと脳の作り方が違うので、あのそこからやっぱ改善させていく必要があるんですよ。まあ、これ本当にあった実験なんですけど、はい、そういった関係のパートナーにですね、女装させるんですよ。え、これちょっとアメリカの方であった実験なんですけど、1ヶ月ぐらいちょっと女装してってお願いして女装してもらうんですよ。で結構自分の脳がリセットされるんですよ。すごい。女装させればいいってことですか。え、ちょっとあの、まあ、使うか使わないかって言って、ちょっとガチの話、ちょっと2個本気の。じゃあ本気の、これは本気の。あの、結構特別な日とかは、うん、ちゃんと会ったりとか時間作ってはくれたりするし、なんか付き合いたいと思ってるとは言うんですけど、なんかなかなかその付き合おうまでが、うん、なかなか言ってくれないとか、多分今の現状に満足してるっぽいんですよ。もう1日とか一緒にいたけど、もう、うん、あ、もう帰っていいよみたいな、帰っていいよとか、もう一緒にいれない人、うん、そうやってやっぱりどうやったら、いや、付き合いたいみたいな風に持っていけるのかなっていう、うん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 、あ、だからさっきの、まあ、あの女装的なの以外でってことですね。以外で、そう、ちょ、女装以外ですね。まあ、やっぱ男っていうのは結局あのスターのような女性に弱いんですね、まず。おお、スター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 に弱くて、でそのもう完全にアブラナミエさんになりきって、あの行ったりすると、あの自分の中にスター の素質を落とし込めることができるってことが分かってるんです。それはなんかついてるんですか、名前みたいなのって。あ、そうですね、あの、うん、こちらはですね、はい、あのスターフックスコンディション理論っていったですね、こういった名前があるという、スターに見えるコンディションを作る理論ですね。あ、でもマリナ自信のなさとかもちょっと出ちゃってるんじゃないかな。そう、自信ないです。めっちゃ相手より下ですね、いつも。なんで一
応このスタールックスコンディション理論とか結構使ってあげると非常に有効かもしれないね。手放したくない、手放したくないってなるでしょう。あ、もう一回言います。はい、最後、はい、なんか最初の方は結構会うたびにしてたんですけど、もう1年ぐらい経って付き合ってないんですけど、もう2ヶ月に1回とかなんですよ。でも私はめちゃめちゃやりたいんですよ。でも多分言って自分からなんか誘う、あ、恥ずかしいね、誘えればいいんですけど、誘えないんですよ。でもなんかどうしたら、はい、あ、ちょっとやりたいなとか、相手の性欲をなんか高められるのかみたいな。まあ、男性っていうのはですね、基本的にやっぱ視覚的な変化を感じにくい生き物なんですよ。で、あの定期的にですね、その全くの別人ってやっぱ思わせること大事なんですね。その新しい自分みたいな、はい、で常に多分ずっと同じ人物って思い込んで男性がしまってる分、その女性にちょっと魅力がどんどん感じられなくなってくるってことは分かってるんですけども、で結局男性っていうのはですね、3ヶ月いるともうこの人はずっと同じ人だって思っちゃって、3ヶ月に1回ぐらいですね、その何か変えていかないといけないんですよ。自分の喋り方とかを変えるのが一番、うん、あのいいんですけど、例えばですね、その一人称をこれ思いっきり変えるんですよ。あの私って言ってたらあちきに変えるとか。あちき、あちき、そうなんです。語尾にヤンスをつけるとか。確かに別人だね、そんな。そうなんです。変化ある、知ってんだよ。そうなんですよ。へぇ、あ、でもこれあの1日で大丈夫です。あ、1日で、あ、よかったね、1日ぐらいの1日は頑張れるよ、ね、うん。ありがとうございます。すごい。え、ちょっと最後に顔をお見せしてもいいですか、はい、動画で。あ、いいですか。あ、はい、なんかちょっとカメラ切り替えてもらっても大丈夫ですかね。あ、わかりました。はい。あ、お疲れ様です。あ、どうもなよです。ですね、あの、ドリームウォッチャー症候群になる方っていうのはですね、あの、なよさんありがとうございます。ですね、あの人はですね、電話越しに嘘をつくとですね、非常に騙されやすい傾向強まるってこと分かってるんですよ。真実一個もないです。えっ、おーい、甘すぎですよ。夢のドーム。いや、あの、信じる方がおかしいでしょ。うちが一番恥ずかしいやん、もう。え、サービスしてた。え、知らないよ。知らないね。知らないよ。え、ここでしょ。うん、だよ、もう。最悪だよ、もう。はい、それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。